次の曲はですね、ちょっと真面目な話なんですけど、この8月15日で戦後もういい年なのにはまた召集されて第二次大戦フィリピンのなんちゃら島に行ってですね、終戦のほんとあと10日ぐらい前に、戦死して亡くなったんですよ。まあいい30代後半だったかな。だからもしあとね1週間10間なかったら帰ってきて、まあその時はそうしたら僕は多分いないんですけど、でそのおじいさんいうのがなんかまあうち商売しょったんで、ちょっとまだ商売がいいがうまくいってる頃で、ちょっと裕福だったんでだったらしくて、マンドリン弾いたりしてたらしいんですよ。でその音楽好きな蓄電プレイヤーとかがあって、当時としてはすごいなんかハイカラのおじいさんだったような聞いてますんで、そのどういうかな、音楽好きの血というかあれ、僕兄弟4人いるんですけど、僕だけなんかそういうことになってしまって、覚醒遺伝だろうということを、よく言われるんですけど、で戦地から手紙が来たりしたのを、撮ってあるんで、見たりしたらやっぱりすごいこうなんちゅうかそう、切ないというか、そういうことが本当なくなればいいなと思うけど、何言ったってこう変わるわけではないんですけど、ただそのなんか記憶のどっか気持ちのどっかにこう戦争は良くないとか、どうしてもどんどん記憶は薄れていくばっかりなんだろうけど、やっぱりそういう気持ちを持ってないとなんか良くないなという思い出で、この曲はダディ・ダーリン、群馬の G ・フリーファクトリーというバンドの、曲なんですけど、これおじいさんが戦争体験あるみたいなことなんか聞いたんですけど、トリオはいろいろあるんですけど、僕は戦争のことだと思って聞いてます。でこの曲は僕やりたいがためにこのバンド組んだようなとこあるんで、ちょっと聞いてください。ダディ・ダーリン。
します。ちょっとカポタイということで、カビロちょっとお願いします。こんにちは。こんにちは。ハッピーのカネヤです。今日は佐藤君にずっとニコニコしてやれって言われました。マスクして出ようかと思いましたけど、やめました。いつもよりはニコニコしてると思います。そろそろいいですかね。あと2曲なんですけど、あとはちょっともう、ロケンロール。本曲はパンクロックですね、どっちかというとね。頑張ってね。大阪のバンドでザ・50回転ズという、3ピースのロックンロールバンドがあって、もうこれすごい好きでですね、いい曲結構あるんですよね。で、この中の曲どれやろうかということで、これ、さあ、歌えるかどうか。ビニールチェンジザワールド、ビニールはレコード版のビニールね、いうことです。Yeah.
なんとかあの最後の曲までたどり着きました。新人バンド、新人バンドなんで多めに見てください。最後の曲も、カポ6という変な曲なんですけど、あ、そう、あの一応みんな、まあ、それぞれバンドやってるんでちょっと告知タイムをちょっと取ってくれることなんで、じゃあトールちゃんどうぞ。短めにね。ちょっとスマトラさんのライブとかぶってて申し訳ないですけど、8月26ライブ19で3バンドぶっ通しで出ます。じゃあ、ジン、えちゃん、9月いくら、ちょっとここじゃないんですけど、6-1ライブスターの方で、お、ハードロックヘビーメタルナイト。すごい、すごいっす。よかったら遊びに来てください。僕の方はあのマッハ55バンドはですね、9月の9日が、クレのクレイトンホテルで3年ぶりにあのコロナがあったんでずっと中止になってて久しぶりにやります。で10月に入るとちょっとバタバタとちょっといろいろありまして、1日のセラービートルスリーと、9日のチャイナタウンゴールドリップスさんとやります。で28日があの19で、大阪のKT ブラザーズという本当にすごいバンドを呼ぶんで、あの本当にこれはみんなに見てみていただきたいんで、あの告知しますんで19までやって来てください。ということで最後の曲は、また群馬の G フリークファクトリーのバンドの曲で、グッドグッドオールドシャイニーデイズ。じゃあ中山くんどうぞ。We'll be right back.